こんばんは。どうも。栗本夫婦です。です。イェーイ。イェーイ。今日は、整形疑惑。え？整形してるやん。もう、じゃあ、あやさんは整形してるけど、金や。俺のその、疑惑を話すわ。そう。ほんまに？うん。もうでもこれ、かれこれどうよ。YouTube 始めて、我々、どう？1年近くになるのかな。まだ1年やってないけど。もうすぐ1年。なあ。その間何も言ってないと。そう、うん、でもその間ずーっと俺は言われてんだよ、うん、今ね次男今長男次男三男暴れてるけど、うん、そうなんだよね。ずっと言ってないかな。でも、ね、検索ワード的にはクリムと夫婦で検索したら金や目とか、うん、金や整形ばっかり出てる。そうだよ。でも調べても出やんから。確かに、うん、いやんからちょっと言っとかな。 あ、そうなん。それではまあまあ整形疑惑があるしな。うん、うん、そう。みんなだってあとあれだな、これ目グリン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 ってする方はみんな思うやろ。そうなのかな。うん、まあまあとりあえずさっきであと一個俺も思った一個思ったことあるんだけど、うん、あのね化粧してるんですかって。あ、それも多いな。うん、化粧しすぎだぞと、お前ケバいぞと、うんうん、お前化粧品の匂いしかしてないぞみたいな、うんうん、ってよく言われるのよ、うん、そんな言われるの。言われやん、うん、なんで化粧はデン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 してまーす。はい、どこしてるんですか。眉毛、眉毛だけ、うん、眉毛だけしてます。ほんまに眉毛だけなんやな。うん、眉毛だけ、眉毛だけ。でも化粧って言うかどうか分からんけど。そうやな。俺あのね、もともとね、こう染めるんよ、髪の毛。髪の毛じゃないの、眉毛を染めるからめちゃくちゃ薄くなるのね、うん、でも染めたいんや。そのタランブルム部分をちょっとチュチュチュって描いてしまうのね、うん、あ、それぐらい、うん、そうやな。ファンデとかもほんまにしてないし、まあ、ファンデーション塗ってたらこんなテカってないのテカリになってないの。だから化粧はほんまにその眉毛の描き足す程度やな。うんうん、まあ、してないんでしたけど。まあ眉毛描いてます。はい、あとまあその何こうグリングリングリングリするからさ俺が、うん、整形してるんちゃうかって言われるけど、うん、逆に整形したらねグリングリせんし、うん、あと言ってる人がいてるんだけど一重から二重にしてるみたいな。グリーンってあ多いな、それグリーンってして一重から二重にできるって。それじゃあなんでみんなやってないんやろな。できるんやったら、できるんやったら整形いらんくらい。うん、でそれできるなら整形なんと思うよ、うん、俺やんのはこのね割かし三つ絵になったりすんのよ、うん、三つ絵四つ絵ぐらいまでになるからもう寝起きとかひどくて、うん、ほんでそれもなんか癖になってるし、うん、あとまあコンタクト乾くからもうグリングリングリングリしたい。いやそれは多分分かる人いてると思う。もうね日常茶飯事グリングリしてもうまぶたしか見たくないもん、うん、っていうぐらい、うん、だから僕は、はい、整形は、はい、ゼロです。ゼロです。はい。やし、整形したらしたっていうタイプやから。うん、絶対言う。拡散タイプ。絶対言う。うん。まあでもこれ見てると、お前の顔なんかな、整形じゃないってことぐらい分かってるわみたいな。うん。もっと知らんしごいみたいな感じの人も多いと思うけど、でも結構ね、言われるのよ、整形してるんですかみたいな。言われるの、ほんまに多いよな。昔ね、ね、飲みに行った時、うん、この話ちょっとして。飲みに行ったよ。女の子におって、女の子おって、横についてる女の子が、うん、整形してますよねって言われたよ。うん、ほんで、してないですよって言ったよ。アイプチですかって言われたよ。うん、いや、それもしてませんって言って、化粧やってないんでって言ったら、うん、ほんで、じゃあ見せてくださいって言われて、うん、いいですよって言って、こう持っていったよ。うん、ほんなら、やっぱり整形やんって言われたよ。お前何言ってんの、どこをどう見たら整形やんみたいな。お前整形の何をしてんのって言うの。ほんで何やったんその時。俺ああそうなんですかって言った。もう、まあ、そうなんだ。もうこれ以上拒否できやんから、うんうん、してないのに向こうはやっぱり整形やんって言われたらさ、確かに違う違う違うってならんから、あもういいわと思って。確かに、うん、そんなもう君にはもう何言っても無理やと思って、うん、まあ、そうだろう、ね、だからもう整形してるになってたんやけどその子は、うんうんうん、うん、だからなんやろな、面白い人いてるよ、うん、何を知っちゃってんのてめえみたいな。
まあそりゃそういう人も多いよな。なあ、うん、そうそうそう。だから正解したい。まあでも、ね、今後ね、はい、今後ね、今もグリーンってしたいんだけど、うん、あの今後ちょっと整形したいと思ってます。はいはい、実は、うん、あのエラです。ボトックスでいいや。あのね、エラ呼吸してるよ俺今。肺呼吸も両方できるからちょっとちゃんと人間になりたいと思って肺呼吸だけにしたいと待ってまーす、まーす。すいません。いいやけどな。でもほんまにね、こうエラーほんまにコンプレックスなよ。よくもう昔からサメとか、ホームベースとか、それは言われたことないけど、俺作ってんけど。うん、だからここはちょっとね、ちょんぎたいなって。でも勇気がないんで。結構大掛かりな手術かな。うん、みおちゃんにちょっと背中押してもらおうかなと思って。オッケー。背中クンクンと押してもらおうかな。押すわ。うん、背中ピョンと押して。オッケー。うん、じゃあもう勝手に連れてこい。はい、はい、え、あれだからそんな感じで、もう終わりやけど、うん、大丈夫、うん、はい、まあみんな分かってもらえたと思うんで、うん、今日はこれで終わりたいと思います。やっぱり整形だなって言わんといても、言わんといてな、うん、整形、あ、いいんだね、整形じゃない、いいとか整形とかどうしてもいいけど、うん、決めつけるなよみたいな。確かに面白い人だなみたいな。熱っ。はいはい、はい、終わり。今日もご視聴ありがとうございます。まーす、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。おはようございます。じゃあねー、次はエラ呼吸なくなってるかもよ。なくなってるかもよ。じゃあねー、じゃあねー、まーす。